はい、じゃあ、もう一度戻って、はい、では、黒井戸の名残です。続きはありますけども。で、まあ、今回の場合は、最短経路問題をもう一回解きますから、問題の分割をじゃあ具体的にどうすればいいかっていうのなんですけども、さっきのダイクストラと考え方はよく似てます。具体的にはどうするかっていうと、まず、その問題はですね、今言われている問題は最短経路問題、言い換えるとどうなるかっていうと、その全てのどこを通ってもいいから、とにかくある目的地から別の目的地までの最短経路を出せっていうこと。で、問題をややこしくしているのはどこを通ってもいいからです。いいって言われるからです。日本全国どこをチェックしてもいいから、どこを経由してもいいから、とにかく最短経路を出せって言うから、あそこ行ったらどうなるかな、ここ行ったらどうなるかなっていろいろ考えなくちゃいけない。じゃあ一番というか、まあ、じゃあもうちょっと問題簡単にしたかったらどうなるかって言ったら、中間の地点が2か所ぐらいしかなかったらあんまり悩まないですよね。東京から大阪とかですね、まあある2地点かの最短経営、最短距離を、最短時間を出せって言われたときに、東京と大阪だけは経由してもいいよ、他とか経由したらって言われたら、東京通ったらどうなるかな、大阪通ったらどうなるかな、まっすぐ行ったらどうなるかな、まあせいぜいその3番、まあもう一つ東京と大阪通って言ったらどうなるかな、それだけ考えればもう終わりですよね。せいぜいその組み合わせだけで済みます。で、この論でいくと、最も簡単なのはどうなるかっていうと、中継は禁止ってやつです。経由地、どっかを立ち寄っていくのは禁止した状態で、A 地点から B 地点までの最短経路を出せっていう問題です。これは逆にアホかっていうような問題ですね。どこも経由していい、どこも経由しちゃダメって言われてますから、最短も下手くれもない。行けるか行けないかの選択しかないわけです。でもこれが一番簡単な問題っていう状態です。ですから、部分問題の分割の行く着く先はここへ持ってきます。これはダイコストラのアルゴリズムの一番最初の状態と実は一緒なんですけども、その A 地点から B 地点行くときに、まっすぐ行ったら、A 地点から B 地点行くときに中継は一切許さない状態で最短経路を出しなさい。これ2択ですね。行けるか行けないか。あの今のグラフの構造は、エッジ1本について重み1つしか許しませんから、東京から大阪に道があったらそこに4時間って書いてあったら4時間ですし、東京から大阪へのダイレクトパスがなかったらそれは無限大に時間がかかるって言って答えありませんって言って、もう答え2つしかない、どっちかしかない。これが一番簡単なんで、じゃあその次の問題は何かっていうと、A 地点から B 地点行くときに東京だけは使ってよいし。というのが当然次に考える簡単な問題です。まあそれは東京じゃなくても広島かもしれませんし、札幌でもいいんですけども、とにかく日本全国で1箇所だけ、ある特定の都市だけを経由してよいし、というのが次の簡単な問題。で、その次は、じゃあ東京の他に大阪も通っていいよ。で、その次にじゃあ広島も通っていいかもしれない。で、その次名古屋も通ってもいいかもしれない。札幌も通っていいかもしれない。以下同様ですね。で、最後の行き着く先は、日本全国どの都市を通ってもいいから最短経路を出したさ。というのが、問題のやり方です。で、
やっぱり中間ページを一回書きましょう。いや、逆にもう中間ページを書いて、今回は終わりにしてもいいかな。だからこれは正式な C のコードではないので、微妙に C っぽく書いてありますけども、完全な C じゃないけども、説明のために表現だけざっくりで。あ、まあでも一応ここは C が確認したんで、だから全部では書い、全部は書かないと、今回はもう、そのつもりで見てください。皆さんの方のノートは縦に書いてもらっても結構です。ちょっと黒板は縦が短いので横に書きますけども、これどちらでも